お願いします。ハグルノートの加藤です。今日はですね、ソウル明洞にあるスカイパークホテルをご紹介したいと思います。もう昨日から泊まってるホテルなんですけど、こちらホテルスカイパーク2&セントラルって書いてあるんですけど、僕の泊まるのは2の方ですね。ということでちょっと見ていきましょう。ここ場所はですね、明洞駅からどうだろうな、徒歩5分10分かかるかな。でもっとね、駅の近い方もあるんで2号線からも来ることできます。はい、じゃあちょっと紹介しましょう。はい、こちらがホテルスカイパーク2ですね。セントラルっていうのはこちらにあるんですけど、こちらですね、僕が泊まるのはこちら。夜ね来てもね、めちゃくちゃ綺麗でしたよ。でとてもこのね、鏡張りのなんか建物かっこいいですよね。ちょっと行きましょう。もうねチェックインは終わってるんで、こちらから入っていきます。エレベーターが来てる。わ、チェックインカウンターはあちらにあります。奥にあります、チェックインカウンターは。僕は9階なんで、9階。これね、ルームキー挿してって言ってるけど押せるんだよね。いいのかな、大丈夫かな。あと朝ねフリーモーニングがあるみたい。これちょっと明日の朝見に行こう。はい、廊下はこんな感じですね。とても静かで、奥に僕の部屋があります。水もありますね、無料で水も飲めます。若干ねこの廊下歩いてたら部屋の音が若干漏れて聞こえてきます。まあ大声で喋ってるせいかもしれないけどね、他の人の部屋が。今日泊まる部屋はこちら908。こうやってねカードキーかざせば開きます。でここで刺せば、はい、部屋の電気つきました。よいしょ。はい、こんな感じです。綺麗ですよね。おお、ちゃんとベッドメイキングしてくれてる。昨日布団をぐちゃぐちゃにしたんで。僕が泊まった部屋はこのダブルベッドとシングルベッドがついてる部屋ですね。たまたまこの部屋が安く取れたんでこの部屋にしました。僕がいつもホテルに来たらチェックすること、ベッドの横にちゃんとコンセントがあるかっていうの確認なんですけど、ちゃんとありました。はい、やっぱりねこれがないとね、寝ながら充電できないじゃないですか。ちゃんとここね 220V って書いてあるんですよね。でこのホテル日本人に優しくてですね、なんとこちら 100V 電源もちゃんとね用意してくれてるんですよ。なのでこのまま日本の充電器とか日本のものをそのまま持ってきて使えますね。これがすごくいい。こういうのありがたいですよね。あとちゃんと部屋にも Wi-Fi 完備されてます。ただこの Wi-Fi ねすぐ途切れてあんま使えなかったんだよね、なんでだろう。そしてここにポットとかあります。そしてその横に冷蔵庫、はい、水がちゃんと入ってます。僕これ入ってること知らずに水買っちゃいましたちゃんと確認しろよって話なんですけど。そしてここにもねでっかいテレビがあります。こういう形でね見ることできるんでいいですよね。そしてベッドの横にこちら、はい、収納スペース、寝巻きがねちゃんと用意されてて、ここにドライヤーですね。すいません僕が使ったんでちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってますけど、綺麗に置いてありましたよちゃんと。で金庫もあります。ちゃんとこれもねちゃんと貴重品あったら絶対入れた方がいいです。こっち側はまあまあちょっとした収納スペースですね。はい、あります。あとスリッパもちゃんとここに用意されてます。あとはこちらに部屋の電気と、あとエアコンですね。はい、エアコンのリモコンがあります。よいしょ、じゃあ電気つけよう。はい、こちらが洗面台とシャワールーム、あとトイレですね。いやトイレもねめっちゃいいですよ。温水洗浄便座付きです。いや、やっぱりね韓国泊まるときはこれあると本当ポイント高いですね僕の中で。でこちら、はい、ちゃんとバスルームもあるんですよ。めっちゃ良くないですか。なかなかねバスルームがあるホテルって、まあるはあるんですけど少ないですからね、めっちゃありがたい。でここにタオルもちゃんとね用意されてまして、あと洗面台はこちらねでっかい鏡があるんでね、いいですねでっかい鏡あるのも。でちゃんと
こちらにですねシャンプー、リンス、あとボディーソープですね、はい、用意されてます。こんな感じですね。はい、という形で昨日から泊まっているホテルスカイパークミョンドン2ですね、こちらのホテルご紹介させていただきました。いやどうですかね、皆さん見ていただいてどうですか。まあ、綺麗でとても過ごしやすいスペースだと思いますし、あとベッドの前もスペースが少しあるので荷物もちゃんと広げれましたし、うん、悪くはないですね。まあ、難点としてはその声ですね、音がどれぐらい漏れてるのか。隣の部屋の音は全然聞こえないんですけど、廊下ですね、廊下の音がちょっと聞こえてくるかもしれないですね。まあでもそんなうるさい人はよっぽどいないと思うんで大丈夫だとは思うんですけど、寝てる時にねちょっと廊下で騒がれたらうるさいかなって感じは若干します。それ以外はもう全く問題なく、でスタッフの方もすごく優しい方で、日本語が少しできる方もいらっしゃいましたね。なのでまあいいと思います。あ7月15日明日からスカイパークホテルミョンドンセントラルに統合されるみたいですね。